じゃあ、まずこの、今まで50回を召集で受けたことがないので、まず50回願いですね。これをじゃあ書いていただいて、なんか書くものありますか？ボールペンでいいですか？はい、いいですよ。上の方ですね、願書の方。なんか、楽しみだなぁ。その佐々木君が本当に大きな力になってくれると思うよ。じゃあ、二人で協力し合なんってかね。電話か何かで取れれば。すっごい喜ぶと思うよ。で、なんとか、豊田さんと一緒にやってる仲間を増やしたいってずっと言ってるからね。支部を作りたいと。で、こう所属っていうのはどうなんていうの少年。か、に住んでますけど、何かこの所属。所属っていうのは、あ、妙想寺ですよ。私の社区の関連だから。で、あの時に説明したみたいに、地元のお寺に、うちのお住職から参詣、信徒証明書をもらって、地元のお寺に参詣すればいいんですよ。それは自分で行けばいいんですそうか？です、そうです。ね、お住職僕知ってるから、その辺では、あーって感じになると思うよ。妙祖ちゃん、これ長野なんですか？そうですね。でも現実に僕は長野なのにこうして東京に住んでるわけだからね。で、その佐々木君も妙想寺所属ですよ。これがやっぱ仏縁っていうもんなんだよね。縦にこう、誰によって発心したかっていう筋目でずっと行くっていうのかな。市役所みたいにこう住んでるとこが必ずしもっていあ、うそうそうじそうゃないそんですう。そう。ね。それはやっぱり血脈そうみなんただいなもよ。のなんですね、大事さ。ある意味伝統のいろんなお花の世界とか、ああいうのと似てるよね。地匠筋でこう全てが決まってる。もっとわかりやすいのは今の世界ですよ。地匠筋ってものはこうちゃんと絶対のその筋目としてあるっていうさ。誰の筋目だお前はっていう、そういうことがある意味大事なんだよね。